どうもすみません。有馬記念の結果分析です。1着クロノジェネシス、2着サラキア、3着フィエールマンでした。大外れでした。ちょっと僕は有馬記念当日、仕事が忙しくて丸1日競馬ができなくて、まあ、今年最後の JRA の競馬の日なのに何なんだろうなっていうふうに思いながら1日過ごしたんですけれども、まあでも有馬記念が終わった後2時間後ぐらいにパドックからまず見て、パドックの気配でも有力馬たちみんな仕上がりが良くて、これは良い有馬記念になりそうだなっていうような、そういったような予感がしましたし、実際にレースもいいレースになって、良い有馬記念になって良かったなっていうふうに思いますね。それで最終的には下の印のところで6頭にまで絞れてましたし、まあ、大体馬の見極めに関してはほぼ狂いはなかったかなというような結果にはなりました。で、穴馬推奨してたうちの1頭サラキアが2着に突っ込んできて、まあ、ワイドを取ったよっていうふうにコメントしてくださった人もいたぐらいなので、まあ、少しはその皆さんの予想の手助けにはなったかなっていうふうには自分では思ってますね。僕は予想を当てることや馬券を当てることは重視してないんですが、まあでもそれ以上に馬券の買い方が下手くそなところがあって、まあ今回は取り切れなかったんですけれども、まあでも最後6頭にまで絞れてましたんで、6頭だったら3連複、3連単のボックスでも買えるぐらいですし、3連複が7000円ぐらいで、3連単は5万円ついたわけですから、そのボックスでもプラスになりますし、フォーメーションとか、あとは馬連のボックスでも馬連が万馬券1万円以上ついてましたし、まあそういった意味では馬券的にはですね、買い方によっては美味しい結果にはなったんじゃないかなっていうふうに思いますね。取ってくれた人が一人でも多ければ、まあそれはそれで僕も嬉しいかなっていうふうに思いますね。それで僕が穴馬に狙ったラブズオンリーユーについては後で話すんですけれども、まあラブズオンリーユーやラッキーライラックについてはまあいろいろと後で話したいかなっていうふうには思うんですが、その前にちょっと気になったのは、レース前からクレノ中山は馬場がタフだとかそういったようなことをやたらと言ってた人が多くて、レース後にもそういうことを言ってる人がいたんですが、それはまず勘違いなんですよね。それについて喋りたいんですが、クレノ中山の馬場がですねタフだったのは20年以上前の話で、テーマオペラ王が勝った年ぐらいまでなんですよね。シルクジャスティス、グラスワンダー、テーマオペラ王、その辺の時代までで、その後ですね、マンハッタンカフェが勝った年ぐらいから、中山の馬場って軽くなっていったんですよね。ですから昔みたいに 今も有馬記念の馬場っていうのはタフで荒れてっていうような感じまでは行ってないところがあります。もちろん以前の中山と比べると今の中山の方が軽いということであって、例えば新潟競馬場や京都競馬場と比べるとさすがに中山競馬場の方が少し重いでしょうし、少しタフではあるでしょうし、コース形態自体も直線急坂がありますんでというのと、あとはそれで中山競馬場は外回りコースよりも内回りコースの方が少し自力勝負になりやすい傾向にもありますので、そういった意味では中山の 2500m 内回りコースっていうのはある程度はごまかしが効きにくい条件にはなってくるんですけど、 G1 だとごまかしが効きにくい条件にはなってくるんですけれども、まあでもやっぱりそのクロノジェネシスが宝塚記念の時のように大楽勝できなかったりだとか、あとは比較的軽い馬場が合ってるフィエールマンですね、まあ、そういうような馬が先行して正攻法である程度いい競馬ができたということを、フィエールマン自体中山がそんなにベストとは言えないような条件である中であれだけのいい競馬ができたわけですから、まあそう考えたらやっぱりですね、レース内容なんか見てても少しスピード競馬寄りになったような部分もあったかなっていうような感じでもありますね。それでまたそのスピード競馬寄りになったということに関しても、単純にスピード競馬という感じでもなくて、バビットが逃げたんですけれども、結構その4コーナーぐらいまではですねスピード競馬っていうような感じになって、ですからその例えばですねタフなスタミナ勝負みたいなレース展開であれば、ユーキャンスマイルとかモズベッロあたり、この辺はタフな馬場とかタフな競馬の方がですね
レース内容がいいところがあるのでついていけてたはずなんですけれども、モズベルロもユーキャンスマイルも4コーナーまでについていけなくなってますよね。ということは少し道中はですねスピード競馬寄りだったということですね。ただ4コーナーから直線っていうのはですねある程度自力が必要な競馬にもなりましたし、直線での瞬発力とかあとはなだれ込みみたいな足を使えるような4コーナーから勢いつけて回った馬たちが構想したっていうような感じでもありましたんで、天皇賞春ですね、天皇フィエルマンが2連覇した時の天皇賞春なんかも4コーナーで勢いつけて回った馬たちが有利っていうなだれ込みの競馬に近かったんですけれども、それに近いような展開になった部分もあって、サラキアに関してはですね後ろから腹くくって外を出すっていうような形で競馬してましたんである程度切れる足は使ってたんですが、他の馬たちについてはごちゃごちゃ馬群の中から競馬してた馬たちについては伸びあぐねたりだとか、そういった意味では4コーナーからの勢いつけてのなだれ込みの競馬が基本っていうようなそういったような展開にはなったかなっていうような感じはありますね。こちらは道中の細かいラップなんですが、まあ、スローに流れてるんですけれども、ただ1500m のところが12秒8で 1700m のところが11秒8っていうふうに急に1秒速くなってますよね。ですからラスト 1000m ぐらいからですねペースが上がっていって、そこからのロングスパートの競馬になってますんで、まあ、結構前半スローとはいえロングスパートの競馬になっていくと自力とスピードを求められるようなところもありましたし、そういった意味でコーナーのところでスピード勝負になった、スピード競馬に近いような流れになった部分もあったかなというような感じでありますね。ただロングスパートでもありますんで、最後直線さらに踏ん張っていい足を使うということに関しては自力も必要だったっていうような感じで、まあ、決してレベルの低いで時計が遅いからといってペースが遅かったからといってレベルの低いレースではなかったということですね。それで馬場についてもうちょっと話しますと、まあ、見た目的にはですね走った後に惚れてたりなんかして、まあ、もしかしたら散水でもしたのかなっていうぐらい見えるところはあるんですが、それかにわか雨でも降ったのかなっていうふうに見えるところはあったんですが、でも以前のそのテーム・プラオグラスワンダーシルクジャスティスの頃の中山と比べて、多分ロバンかそれか表面の土の質を変えてきてるんじゃないかなっていうふうに思います。ですからここ数年というか、まあ、十数年ぐらいですね、その間ババアが速くなったり時計が速くなったりしながらも、そこまで極端に故障が多くなっているというわけではなくて、確かに今回の中山はですねババが硬いっていうふうには言われてたんですが、そこまで極端に硬い感じのカチカチっていうような感じではないっていうのは映像で見てもわかるように、もしかしたら昔のその砂っぽい質のところから粘土質みたいな比較的その耐久性のあるような土の質のものを使ってるのか、まあ、それか寝つきの良さですね、芝の寝つきの良さがあって馬場が崩れにくいのかわからないんですけれども、とにかくその何だろう、惚れたりなんかしててもすごくタフで進んでいかないっていうような感じまでではないので、その分そのスートはですねスピードタイプではないモズベルロとかユーキャンスマイルとかその辺がついていけないような感じになってたのはあったんですが、他の馬たちペルシアンナイトとかマイルあたりを使ってたようなスピード競馬に対応してたような馬たちに関しては全然4コーナーまでは比較的いい手応えで回ってきてるんですよね。ですからそこまでそのコーナーからすごいタフでスタミナ勝負消耗戦みたいな感じになってなかったっていうのは、そういったような馬場状態が比較的走りやすい馬場ではあったっていうことだと思いますね。それでは右の方から1頭ずついきます。バビットについてはずっと未知の魅力を感じていて、ミホノブルボンまではいかなくとも直線でも二枚腰があるような本当に強い逃げ馬っていうような印象があったんですけれども、ただ今回でやっとバビットっていう馬がどういう感じになっていくかが分かってきたような気がします。ちょっとやっぱり厩舎がですねそんなに良くはないっていうのもあるんですが、
少しそのパンとした感じが足りないというかですね、なんか体の使い方のバランスがそんなに良くなくて、なんかこれからそこまでの大きな成長ができないかもなっていうふうに感じてきました。まあレベルの高い厩舎だったらもっと躍動感とか迫力のあるようなそういったような感じでぐんぐん馬が良くなっていって相当な馬になってた可能性はあるぐらいの馬なんですが、少しそのお尻周りとかトモ周りとかに対しての後ろの付け根周り、背筋の使い方ですね、腰とか背中のところですね、あの辺の使い方なんかがなんかうまく作れてないなっていうような感じがあるので、今回のバビットの出来だと 2500m は距離が長いんですよね。ですから比較的馬がフレッシュで作りやすい3歳の段階でこういう感じになっちゃうと、小馬になってからぐんと馬を強くするっていうのはこの厩舎では無理なんじゃないかなっていうような、そういった方の可能性が高いかなっていうふうに思ってますね。で、まあもちろんですね、距離は持つようになる可能性はあるにしても、そのやっぱり相当な G1 で常に主役を張るレベルになるのは難しいかなっていう風な印象になったところがあるっていうような感じですね。で、まあ、今のバビットだったら1800、2000ぐらいがいいかなっていうような、そういったような馬体していて、基本的にはワンペース気味の競馬で押し切るっていうのが合ってるかなっていうような感じですね。まあ、もちろんその内田博之騎手の逃げのペースメイクがそんなに良くはなくて前半スローに落としちゃったっていうのもあるんですけれども、それと勝負どころですね、ラスト1800ぐらいからのですねコーナーのところでスッと動かす手綱とボディバランスで馬を気分よく足をためながら走らすっていう技術が足りないっていうところもあるっちゃあるんですけれども、まあ、それにしてもバビット自体にですね、ここで勝ち負けをするほどのスタミナと自力っていうものが足りなかったっていうような感じでありますね。ブラストワンピース、ブラストワンピースは後半のところでズルズル下がっていて競争中止だったんですけれども、心房細動だったみたいですね。まあ故障じゃなくて、多分故障じゃないので多分無事なんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、馬体面に関してはですね、一時期のボテッとした重い感じと比べて少し形ができてきてて、少しシュッとしてきたので悪くはない形なんですが、ただやっぱり以前と比べて脚力とかバネが落ちてるようなところもあると思いますし、まあ、少し硬さはあるっちゃあるので、まあ、これだったらまだもう少し余裕があってなんかパワフルな感じの方がいいのかなっていうふうに思うところもあるっちゃありますね。クレッシェンドラブ、クレッシェンドラブは前走以上の仕上がりで、まあ、結構迫力のある馬体なので地力はあるなっていうふうには思いますね。ただ以前と比べて全体的に丸みを帯びてる印象がありますんで、まあ、距離的にはですね、まあ、2200以下、まあ、1800、2000ぐらいの方が乗りやすいかなっていうのは印象は強くなってますね。それでとにかくこの馬本質的には追い込み馬なのに、内田博之騎手も先行させましたし、今回の酒井騎手も先行させちゃってポジション取っちゃいけない馬なんですよね。基本的には後ろから追い込むっていうような形で叩き合いに持ち込むっていうのが合ってる馬で、まあ、今回も大味な競馬をしてしまったがために、まあ、もしかしたら次以降にもですね、悪影響を与えうる、そういったような乗り方をしてしまったなっていうような感じでありますね。まあ、酒井騎手結構そのどのレースでも先行さそうとしてしまう傾向にあって、里のガーネットとかもう調教師さんとかも後ろから腹くくれって言ってるような、そういったようなタイプだったら腹はくくれるんですけれども、なんか特に大きな指示がなければポジション取っちゃうのかなっていうようなタイプでもありますし、まあ、何より調教師さんが悪いですね。調教師さんが後ろから腹くくって追い込めっていうふうに言ってないのは明らかなので、そう考えるとやっぱり馬の本質を分かってあげてなくて、クレッシェンドラブせっかく勢いついてたのにそこを止めてしまって、さらに復調気配がある中でまた同じように馬の持ち味を一切生かしてあげれなかったっていうところ、まあこれは問題あるなっていうふうに思いますね。ラブズオンリーユー、ラブズオンリーユーについては、まあ、リアルタイムでは見れなかったんですが、レースを見る前に
パドックを見てたら、まあ、本当に素晴らしい仕上がりで、過去最高に近い仕上がりの好馬体で、もうここではまず騎手がミスらなければ掲示板は硬いなっていうぐらい、それぐらいの仕上がりにはあったんですよね。まあ、多少大味でもですね、ずぶさを見せても最後しっかり伸びてくるっていうのがラブゾーンリユーの良さでもあるので、そう考えたらもうこれは崩れないだろうなっていうぐらいの素晴らしい出来だったんですけれども、ミルコ・デムロ騎手の今の流れの悪さというか、勘の悪さというか、判断力の悪さっていうところが、まあ、ただレース前に言ってたように、これでミルコ・デムロ騎手へぐったらもう来年は一切ミルコ・デムロ騎手本命にできないっていうほど、それほどまで悪い競馬ではないんですよね。本当にここ1年半から2年ぐらいのミルコ・デムロ騎手っていうのは中途半端なタイミングに動いてって、直線向くまでに競馬が終わっちゃったりだとか、変なポジションの取り方したり折り合い変えたりとか、まあそういうようなはちゃめちゃな競馬が多かったんですが、今回に関してはちゃんと足は貯めてましたし、ラスト 1000m、800m ぐらいまではうまく乗ってるんですよね。スタート直後は前に行き過ぎてたんで、下げてくれ下げてくれ、このまま足を貯めてこそだぞっていう風にちょっと不安になったんですが、その後、まあ、下げてポジション的にもですね、まあ、比較的中段よりも後ろっていうようなところで足が溜まったかなっていうような感じで、まあ、本当に道中はうまくいって、でさらにさすがにですね、何かどっかで有力馬が動いてくれると追い込みが効きやすくなるので、クロノジェネシスが後方にいたんで、クロノジェネシス動いてくれっていうふうに僕は道中思ってたんですが、そこでクロノジェネシスが外からスッと動いてくれて、これで前に目標を置きながら競馬しやすくなったんですよね。この形になると、ある程度のレベルのジョッキーならば、まず乗りやすいっていうような展開にはまっていて、特にラブゾーンリーはちょっとずぶさを見せたりだとか、そういったようなところもありますので、前に引っ張って動いてくれるような馬がいた方が競馬しやすいんですよね。ですからもう本当、ラスト 1000m、800m ぐらいまでは、これ、ラブゾーンリーユ来るなっていうふうには思ってたんですが、ただ、まあ本当の勝負どころですね、4コーナーの手前のところで溜めちゃったんですよね。で、そこで溜めたがために、前から奇跡がずるずる下がってきて、さらに後ろからサラキアの方が先に仕掛けてるんですよね。で、下がってきた奇跡が前にいて、サラキアが外からかぶせてくるっていうような形で、そこで完全にアウトですよね。確かに僕はですね、エリザベス女王杯の時、ラブズオンリーユミルコ・デムーロ騎手は早仕掛けっていう風に言ってましたし、逆にサラキアの方はエリザベス女王杯の時に北村雄一騎手が待ったから最後いい足を使えた、そういう風に言ったんですが、今回はエリザベス女王杯と真逆の展開なんですよね。今回は動かなきゃいけないタイミングで、で実際にラブズオンリーユよりもサラキアの方が早く動いて勢いつけて4コーナー回ってますよね。逆にラブズオンリーユミルコ・デムーロ騎手は4コーナーのところで足を貯めて外に出そうという思惑で乗って、それが結果的に仕掛け遅れでっていうところで、エリザベス女王杯と有馬記念は真逆で、ここの判断を真逆でミスってしまうっていうところが今のミルコ・デムーロ騎手の流れの悪さというか勘の悪さなんですよね。かつてミルコ・デムーロ騎手が G1 とか重賞大舞台で好騎乗、上騎乗をしまくってた時、その時っていうのはミルコ・デムーロ騎手は勘の良さっていうところで、感性の良さっていうところで全て正解を出してたぐらい、それぐらいノリに乗ってたんですが、それが今は真逆になってしまってる。ミルコ・デムーロ騎手の今の良くなさっていうところが全て出たレースかなっていうような感じでありますね。それでミルコ・デムーロ騎手の負け方っていうのは、尾を引くような後遺症が出るような負け方が多いんですけれども、まあ、今回ははちゃめちゃな競馬っていうような形ではないにしても、結局結果として相手の一番の勝負どころ4コーナーのところでああいう不利を受ける、判断ミスで不利を受けるっていうような形で、全然まともに競馬ができてなくて、馬は後遺症が出る可能性がある結果になってしまっているので、これが心配ですね。せっかく上り調子で最高の状態で有馬記念使えたのに、こうなってしまって、
また調子を崩すとなると、まあ、本当にラブゾーンリーかわいそうな馬だなっていう風になっていきますね。ですからなるべくうまくケア、まあ、矢作厩舎なのでうまくケアしてなんとかうまいこと好調をキープしてほしいなっていうふうには思いますね。それでいいジョッキーを乗せてほしいですね。ルメール騎手とか北村雄一騎手とか川田騎手でもいいんですけれども、まあ、その辺のジョッキーを乗せてあげて、で追い込む競馬でどっかで一気にまくるような競馬でもいいですし、末脚勝負でもいいですし、まあ、中山競馬場が合わない、中山の馬場が合わないとか言ってる人がいるんですが、それは全くないので、僕は阪神よりかは中山の方が合うぐらいじゃないかなっていうふうに思ってますので、そういった意味では、まあ、日経賞あたり使ってもいいですし、まあ、なんならこれぐらいの状態がキープできるんだったら天皇賞春に行ってもいいと思います。まあ、3200メートルがいいとは思わないんですが、相手関係もそんなに強くはないでしょうし、ラブゾーンリユーが今回ぐらいの仕上がりで出走できれば距離の壁も克服できる可能性がある、それぐらい自力もありますんで、まあ、なんとかこの馬の汚名返上というかですね、報われてほしいなっていうふうに思いますね。ワールドプレミア、ワールドプレミアも好仕上がりでしたね。ただやっぱり少しスピードとかキレとか器用さっていうところは劣るかなっていうような感じではありまして、他力本願みたいな他の馬たちが潰れないとっていうような、そういったような力関係にはあったかなというようなところですね。で、武豊騎手、思ってたよりもポジションを取りましたね。多分前残りとかうちの方からロスなく立ち回った馬たちが有利っていうふうに判断したんでしょうけれども、ワールドプレミアはですね、もうやっぱりその外回ったりだとか腹くくって大胆な競馬をしていった方がいいタイプかなっていうふうに思いますし、菊花賞の時、その時っていうのはうちの方からスルスルと競馬したんですけれども、あの時は、まあ、京都競馬場っていうのは坂の4コーナー手前に坂の下りがあったりだとか直線平坦だったりだとか、そういうところもあってああいう競馬しやすかったんでしょうけれども、中山競馬場とか阪神とかになってくると基本的にはどっかのタイミングで外に出して勢いつけたり、そういう競馬をした方がいいかなっていうような感じはありますね。まあ、武豊騎手もレース後にそういったような感じの言葉は言ってましたね。奇跡もある程度仕上がりは良かったですね。ただやっぱりですね、3歳の早い段階の時と比べるとですね、メリハリが効いてない歩き方というか、なんか後ろの付け根周りや体全体にちょっと軸というかですね、体幹がしっかりした感じが足りないようなところがあるので、やっぱりその後半ワンペースにまとめたりスピード競馬の方が合うような感じはあるかなというようなところですね。ですからもう後方に出遅れて追い込み競馬をしなきゃいけなくなった時点で、今回の展開や今回の馬場を考えると厳しいかなというような感じではありましたね。まあ、最初から逃げないと厳しいんじゃないかって言ってたのはこういうことでもあって、宝塚記念とか、あとは京都大賞典でしたっけ、どっかで重賞使った時ですね、その時でも外を回るような形でなだれ込むような足で追い込んではきたんですが、そういう外からなだれ込むような競馬がハマるような展開でもありましたし、まあ、ジョッキーもうまくハマるような乗り方ができたというところもあったので、そう考えるとまともに外を回ってっていうような形で競馬ができるほど、それほど追い込みのメリハリの効いた競馬ができるタイプではないんですよね。ですから、まあ、今回に関しては4コーナーの手前あたりで反応が悪くなったりしたところもあって、まあ、浜中騎手があまり動かせないっていうのもあるっちゃあるんですが、奇跡自体もやっぱりそんなに器用な競馬ができないっていうところも出たレースかなっていうような感じでありますね。ラッキーライラック、ラッキーライラックについては追い切りの動きが良かったっていうふうに言っていたんですが、当日のパドックの馬体なんか見ててもやっぱりエリザベス女王杯以上の仕上がりでした。ラストランとしてはですね、最高の仕上がりで出走できたかなっていうふうに思いますね。エリザベス女王杯の時は少し足とかともに頼るような部分が比率が強かったんですよね。それに対して今回は馬体全体の比率がですね、ちょうどいい感じになってバランスがよく仕上がっていて、ためも効きますし距離も持つっていうような、そういったような仕上がりなんですよね。
ですから、レース後のコメントで福永騎手はですね、距離が長かったみたいなことを言ってましたし、まあ、他の人たちもそういったようなことを言ってるんですが、そうではなくて全然問題なかったですね。距離は全然 2500m は持つ馬体ではあります。で、まあ、それは馬体だけじゃなくて今までのレース内容なんか見ても全然問題ないっていうところがあって、ただ最後伸びあぐねた理由はですね、距離ではなくてですね、まず相手が強かったということ、他の馬たちがいい競馬をしてたんで、レベルの高い競馬でギリギリの勝負になってくるとやっぱり福永騎手は追えないっていうところが欠点なんですよね。ですから例えばスミオン騎手とか、まあ、ルメール騎手でもいいんですが、直線追えるようなジョッキーが乗っていればあそこで一踏ん張りでギアが上がるんですけれども、あそこで伸びないっていうのはギリギリの勝負で福永騎手が追えないからっていうような感じなんですよね。でもそれは福永騎手が優秀な騎手ではないということではなくて、福永騎手は優秀な騎手なんだけれども、基本的には立ち回りとかクレバーさっていうところで勝負をするタイプのジョッキーで、まあ、今回は比較的そのいいところで中段あたりで足が溜まって直線も外に出すっていうのは、そういったようなうまい立ち回りはできてるんですが、ただ前のクロノジェネシスとかフィエールマンが強い馬でいい競馬をしてるんですよね。となってくると直線入ったところでクロノジェネシスがスッと行った時にそこをついていかなきゃいけないっていうのは、ああいうような綺麗な競馬をしちゃった形だとラッキーライラックでは簡単ではないんですよね。ですからギリギリの苦しい競馬になって、それでギアがかかりきらなかったっていうような内容なので、例えばスミオン騎手とかルメール騎手ならあそこから強引に川田騎手でも追えるようなジョッキーとかだったら強引になんとか動かしてっていうような形で踏ん張らせるんですけれども、踏ん張りが効かないっていうのはやっぱり福永騎手だからで、でも福永騎手が乗る形でも今回の展開レースの質でももっとラッキーライラックが走った可能性があって、そのパターンだとサラキアみたいに後ろから腹をくくるパターンですよね。4コーナーで勢いつけて腹くくって追い込んでくるっていうような形だったらもっと直線の伸びが違ってたというところで、逆に言えばサラキアの方も松山騎手が乗る形ではあっても、あのラッキーライラックと同じような形でポジション取ってたらサラキアも直線今回みたいに伸びなかったわけですし、やっぱり競馬っていうのはですね、レースの質、レースの流れの中でどこからどう乗るかっていうような形で全然レース内容が変わってきますんで、まあ、そういったような部分があるので難しいところがあるんですよね。実際にこのラッキーライラックは2歳3歳の早い段階では石橋周騎手が乗っていて、それで完成度の高さや能力の高さから他馬を圧倒するようなそういったような強さを見せてましたよね。でもだんだんと使っていくうちに他の馬たちが成長したり、ギリギリの勝負、苦しい勝負、相手関係も強くなってギリギリの勝負になっていくと石橋周騎手では動かせなくなりましたよね。まあ、あとは馬っていうのは基本的には使っていくうちにズブさとかが出てきやすくなりますんで、なおさら簡単には石橋周騎手ではラッキーライラックは動かせなくなったっていうところがあって、でその石橋周騎手が乗ってた時は距離が長くて伸びあぐねたとかではなくて、1600メートルとか1800メートルでも伸びあぐねていましたよね。で今回もその形に近いんですよね。で、まあ、調子を崩してて成績があんまり良くなかったラッキーライラックが変わったのはエリザベス女王杯の時ですね。あのスミオン騎手に乗り換わった時のラッキーライラック、僕はレース前からスミオン騎手でギアの上がり方が変わるよっていう風に断言しましたし、実際にそういったような変わり方をしましたよね。そういった風にだんだんと馬の本質が変わってきたりだとか、あとはレースの質が厳しくてギリギリの勝負になってくるとジョッキーの差が出やすいというところもあって、まあ、今回は福永騎手では動かせないようなそういったようなポジションからのそういったような難しいギリギリの勝負の苦しい競馬になったっていうところで最後伸びあぐねたっていうところがあります。で、まあ、そういった説明以外にもですね、走り方でもですね、まあ、他の条件馬なんかでもそうなんですが、止まり方ですね、伸びない時の馬のフットワーク見れば分かりやすくて、本当にバテバテになったような馬たちっていうのはですね、ああいうような感じでフォームが安定しないんですよね。ラッキーライラック直線伸びなかったとはいえフォームのバランスはそこまで崩れてないですし、最後少しは伸びてるんですよね。本当にバタバタになってバテバテになったような馬っていうのはもっと後ろ足に頼ったりだとか、フォームのバランスが崩れたり、もっと上ずって上に
上に逃げちゃって、で、まあ、最後も伸びないっていうような、そういったような形になるんですよね。でもラッキーライラックは、まあ、少し上ずってはいるんですけれども、フォームのバランスが崩れてないですし、最後も少しは伸びてる。この見た目はですね、まあ、本当にジョッキーが動かしきれてないっていうパターンの典型なんですよね。ですから、まあ、そういったようなことを何千頭何万頭とそういうような姿を見てきて、ジョッキーで変わったっていうような、そういったような姿も見てきてますんで、これは間違いないので、まあ、引退レースでラッキーライラックがこういったような結果になってしまって、敗因というところもしっかりと言いたいところがあるので、ラッキーライラックは十分今回はこの距離でもこの条件でも勝ち負けができる能力があったということで、まあ、クロノジェネシスやフィエルマも強い競馬はしてるんですけれども、ラッキーライラックもここまで劣るような馬ではない、2500メートルが持つ血統というか、そういったような能力はあったということで、次の世代につなげ、血をつなげていってほしいなっていうふうに思いますね。ペルシアンナイト、ペルシアンナイトは、まあ本当に今のペルシアンナイトとしては最高の仕上がりだったんじゃないかなっていうふうに思いますね。ただやっぱりレース前にも言ってた通り、3歳の頃のあの躍動感やキレはないなっていう、あの足先の場ね、キレは足りないなっていうような感じでありますね。まあでもスピード競馬とかある程度他が止まってくれるような展開だったら、自力はある馬なので距離はちょっと長いにしても追い込みがはまればっていうような感じの雰囲気はありました。まあ結局そのラスト1000メートルぐらいがロングスパートで厳しい競馬になりましたし、レースレベルも高くて前の馬たちも直線伸びて止まらないわけですから、ペルシアンナイトでは自力で差し切れるような、そういったような切れる足もないので苦しい競馬には最後にはなったんですが、ただ4コーナーまで手応えがある程度楽だったように、ちょっとパンチが足りないとか、あとは他が強かったっていう内容だけであって、まあ、距離は調子さえ良ければこなせるっていうふうには分かったと思いますし、ペルシアンナイトもこの馬なりのいいところは出たレースだったかなっていうふうには思いますね。クロノジェネシス、クロノジェネシスも最高の仕上がりでしたね。あの前走の天皇賞秋の時はですね、少し硬さはあったかなっていうような感じなんですが、一番良かった宝塚記念の頃と同じぐらい今回は仕上がり良かったかなっていうふうに思いますね。で、まあ、クロノジェネシスに関しては、まあ、その例えばスピード競馬で前の馬たちが全然止まらないような展開とかだったら、まあ、逃げ馬とか先行馬で後続を潰すような競馬をするような馬がいたら、宝塚記念みたいに手応えよく上がれないだろうなっていう不安があったんですけれども、ただ今回に関してはですね、バビットとかその辺の馬たちも引っ張り切れたわけではないですし、まあ、フィエルマンも2番手から競馬をしてたんですが、ルメール騎手もそんな大胆な騎乗で後続を潰すような競馬をしたわけではなくて、ためながらの先行2番手っていうような形で競馬しましたんで、そう考えるとババもそこまで軽すぎるようなババというわけでもないですし、クロノジェネシス的には能力とか、あとは今までのレースとかでもある程度は外からスッと動くような競馬でもいい競馬してますし、まあ、北村雄一騎手も技術的なレベルの高いジョッキーでためながら外を上がるような競馬ができてましたんで、まあ、強引な雑な外からのまくりというわけではなくて、ためながらスッと上がってって直線も多少強気ではあるんですが、抜け出すような形で、そこでクロノジェネシスも勝負根性もあって自力のある馬で強い競馬で勝ち切ったっていうような内容ではありますね。どうやらレース後に陣営から凱旋門賞挑戦のプランが出てるみたいですね。僕も天皇賞秋の後に凱旋門賞ぜひ行ってほしい、勝てる確率結構あるっていうふうに言ったんですが、まあ、血統面だけじゃなくて僕も凱旋門賞とか海外の競馬とか結構見てきて、まあ、なんかいろいろと学んできた部分がありますんで、まあ、以前以上にですね、少し自信を持ってクロノジェネシス通用する可能性が高いっていうふうに言えますし、まあさすがにその凱旋門賞にいきなりみたいな、まあ、1戦2戦だけで挑戦するということになると難しいですし、海外遠征っていうのはやっぱり難しいですし、牝馬でもありますんで、まあ、今までの安定感がなくなってしまう可能性もあるっちゃあるんですけれども、まあでもやっぱりかなり期待を持って出走してもらえる馬にはなるんじゃないかなっていうふうに思いますね。カレンブーケドール、カレンブーケドールも仕上がりは良かったですね。
ただやっぱりですね、クロノジェネシスと枠が隣だったんで、クロノジェネシスを見た後にカレン・ブーケドールを見ると、まあ、少し馬の深みというかですね、なんかその自力の部分で、まあ、総合力で劣る部分はあるなっていうような、さすがに他の馬たちもいい馬だなっていうような感じはあるっちゃあるんですよね。カレン・ブーケドール自体はですね、仕上がりの良さとか能力の高さはあるのでいいんですが、やっぱり比較をしてみるとですね、まあ、ちょっと足りないところがあるっちゃあるかなっていうような感じではあるんですよね。ただ先行することもできたりだとか、まくるような競馬もできたりだとか、そういったような自在性があったりもしますんで、まあ、そういった意味では一発は、ね、狙える範疇の馬ではあったかなっていうような感じではありますね。まあ、ただそういった中で、まあ、本当にレース前にも言ったんですが、津村騎手から池添騎手への乗り換わりが余計なんですよね。まあ、多分その素人がやるような乗り換わりなので、国枝調教師が判断したわけではないと思うっていうふうに言ってたんですけれども、まあまさにまあそういったことを含めて結果として、まあ何のために乗り換わりをして出走したのかっていうような、そういったような内容にもなりましたね。まあ、全然カレン・ブーケドールの持ち味が一切出なくて終わったっていうところで、まあ、津村騎手を乗せるべきだったっていう一戦だったと思いますね。それでレース内容としても中途半端な正攻法っていうような感じで、4コーナーの手前でズブサ見せて反応悪くなって競馬終わりっていうような感じですよね。で、池添騎手についてはレース前にも言ったんですが、結構その、正攻法の競馬をすることが多くて、それがレース展開とハマったり、あとは馬が強ければいいんですけれども、結局はその辺の歯車が狂うと、馬を動かす技術が高いわけではないですし、特にプラスアルファを埋めるようなジョッキーではないんですよね。で、今回は相手関係も強かったですし、前のフィエールマン、ルメール騎手もうまく乗ってて、馬もある程度強くて、で、クロノジェネシスとかその辺の馬も外から、北村雄一騎手もうまく乗って馬も強くてっていうような競馬している中で、カレン・ブーケドールは何か一発思い切ったことをしなきゃいけない、そういったような質のレースにはなったんですが、例えば津村騎手だったら、結構思い切った形で動いたりだとか、そういうような大胆な競馬もしてきていて、好騎乗を繰り返してましたんで、なんかもっと一発見せ場があったとは思うんですが、結局この乗り換わりによって見せ場もなく、カレン・ブーケドールにとってはかわいそうな有馬記念になったなというようなところですね。モズベッロは、まあ、特に大きくは変わってないですね。まあ、ただやっぱりその後ろの踏み込みが後ろに流れちゃったりだとか、そういったような動きが大きすぎるっていうのがこの馬の欠点で、もっと無駄のない形でスッスッと歩ければですね、もうちょっと器用になったりだとか、もう少し切れる足を使えたりするのになっていうのはもったいなさはありますね。馬体全体の雰囲気とかその辺に関しては、素質はもうちょっと走れる素質があるかもなっていうような感じはありますのでいいんですが、多分この厩舎では変わることはないだろうなっていうような感じですね。基本的には時計のかかる上がりのかかるっていうような競馬の方が乗りやすくて、相手関係も楽じゃないと、ちょっとここでは家賃が高かったなっていうような内容にはなりましたね。田辺騎手みたいな動かせるジョッキーでついていけなかったわけですから、やっぱりちょっとスピード競馬寄りのコーナーのところでついていけなかったっていうような、そういったような内容になった部分はありますね。オーソリティに関してはレース前から力関係的に厳しいだろうなっていうふうに思ってましたし、そういったような結果にはなりましたね。で、まあそれでもやっぱり川田騎手が乗るということと、あとは前残りがあり得る馬場でもありましたんで、ばらける展開でいいところから流れに乗れた場合だと少しはいいところあるかもなとは思ったんですが、まあ今回はやっぱり後半ロングスパートの厳しい競馬で、自力とスピードと、あとはそうですね、後半ラストの足っていうところ必要なレースにはなりましたんで、全然足りなくて手応え悪くなってっていうような感じですね。今後に関しては、まあ、左回りとかの方が走りやすいタイプかもしれないので、その辺は少しは期待できるのと、あとは大物感はないにしても、まあ、やっぱりまだ未完成な部分はあるっちゃあるので、少し良くなる可能性はあるんですが、ただこのタイプってですね、もしかしたらこれを機にガタガタと少し崩れる可能性もあって、びっくりするような成長しそうな馬体でもないので、まあ、そういった意味では今後
一戦級で活躍して安定して活躍するほどの馬になれる可能性はそんなには高くないんじゃないかな、まあ、基本的には厳しいかなっていうふうに思っているところはあります。フィエルマンも仕上がり良かったですね。まあさすがにその3歳のフレッシュな時の筋肉の質っていうようなそういったようなバネまではないのかもしれないんですが、パワーはついてますし、全体的なバランスもいいですし、まあバネがない、瞬発力がないっていう感じの馬体でもないので、そう考えたら、まあ今のフィエルマンとしては最高の仕上がりに近かったんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、まあ思ってたよりも前に行きましたね。多分前残りとかそういったような可能性がある馬場ということで、ポジション取って競馬してもいい競馬ができるんじゃないかということで、ルメール騎手も自信持って先行させたんでしょうけれども、ただやっぱりですね、基本的には中山はベストじゃないなっていうふうに思ってたのがほぼ当てはまったかなっていうような感じで、京都の外回りの形態とかああいうようなコースの方が乗りやすいっちゃ乗りやすいだろうなっていうような感じはありますね。まあ阪神もそんなには多分内回りコースに関しては阪神もそんなには合わないんじゃないかなっていうような印象もありますし、まあ基本直線は平坦の方が乗りやすい、あとはコーナーからあんまりペースが上がりきらないっていうような、コーナーから足を使わされないようなコースの方が乗りやすいかなっていうような印象はありますね。サラキアも引き続き好調でしたね。で、やっぱり馬っていうのは勢いも大事ですので、まあ、今までの流れの良さっていうところで出走できた部分も2着っていう構想につながったかなっていうふうに思いますね。まあ、ちょっとやっぱり横の比較でいくと、そのあんまりまともに競馬しすぎると能力的に足りないところはあるんですが、今回は後ろから腹をくくることができましたし、それで行くべきタイミング4コーナーの手前から松山騎手がしっかりと仕掛けていって、それが最後末脚はまったっていうところ、4コーナースムーズに勢いつけられたんで追い込んでこれたっていうところにはあったかなっていうような感じでありますね。サラキアは以前は華奢なイメージがあったので、ためにためて一瞬のいい足を生かすっていうような印象があったんですが、だんだん自力をつけてロングスパートができるような感じにもなってきましたんで、長く足を使えるようになってきてましたんで、さらにその中でも最後ある程度切れる足を使えるということで、まあ、今回も腹をくくって最高のタイミングに仕掛けがはまってっていうような形で、さらにこの馬の勝負根性というか今の勢いの競馬日程の良さというところも出ての構想かなっていうような感じではありますね。オセアグレイトも前走ステイヤーズステークスを買って前走以上に馬が良くなってましたね。一時期上がり馬だった時の勢いのあった馬体に近いような仕上がりにはあったので、僕はちょっとここは有馬記念使ったのは余計かなっていうふうに思いますね。まあ、せっかく馬が勢いづいてるんで、この馬に合ったレベルの競馬に使ってあげた方がその勢いをキープしやすかったかなっていうふうに思いますんで、ちょっとこの状態のいい時にですね、この相手関係強いところに使って、しかも、まあ、ギリギリの勝負になっていくと距離的には2500は長いかなっていうような感じがあるので、2200とか2000ぐらいの方が乗りやすい馬にはなってると思うので、まあ、そういった意味ではなんかちょっとオーナーが有馬記念使いたいだとか、陣営が、まあ、調教師さん含め陣営が有馬記念使いたいだとか、そういったことに関しては満足がいく内容にはなったとは思うんですが、まあ、ただ馬の勢いが止まったりここで調子が崩れてしまう可能性があるので、馬がまた自信喪失して馬体的なバランス、走りのバランスが崩れる可能性があるっていうのはちょっと残念かなっていうふうに思いますね。まあ、ただ状態が悪くならない、下降しない可能性もありえますので、これぐらいの状態をキープできればですね、まだ G3 とか G2 ぐらいだったら勝ち負けできる馬ではありますので、そういったようなところで競馬使っていければと思いますし、もしかしたら大阪杯あたりがですね、あんまりメンバーが揃わなくてっていうような形になると 2000m ぐらいだったら器用に競馬できる可能性もあって、それでハマって掲示板とかまであり得る馬ではありますので、調子さえいい形で大阪杯使えればいいところが出る可能性はなくはないと思いますね。ユーキャンスマイルについてはジャパンカップの後の結果分析で、
ちょっとやっぱり年齢的に筋肉の質が落ちてたりだとか、スピード競馬にあまり対応できなくなってきている部分があるんじゃないかっていうふうに言ってたんですが、今回はですね、さらになんかその間隔が短い中での強い調教に耐えられなかったりした部分があるのか、なんか馬がちょっとガタガタっとした感じになりましたね。ですからちょっとパンとしてないところもあって、さらにこの後半のロングスパート、ラスト 1000m ぐらいのロングスパートっていうところでスピード競馬に対応できなくて、ついていけなくて、手応えが悪かったっていうような感じなんじゃないかなっていうふうに思いますね。まだその本当にその明かりがかかるような感じで楽についていけるような競馬だったら、力のいる馬場だ、もっと力のいる馬場だったらもう少し競馬しやすかったかもしれないんですけれども、まず状態面もそんなに良くない中でこのメンバーで後半の厳しさっていうところでは対応できなかったっていう部分がありますね。以前は左回りの2400ぐらいがベストっていうような印象があったんですけれども、まあちょっと以前と比べてバネとか筋肉の質が落ちてきてますんで、そう考えるとあんまりその瞬発力を必要とされるようなコースだと相手関係が強くなると厳しいかもしれないので、まだこういう右回りとか小回りとかそういったようなところでごまかすような競馬がしやすいような、大味な競馬がしやすいようなコースの方がもしかしたら構想できるような感じになってきているかもしれないので、まあ相手が強ければやっぱりダメなんですけれども、 G3 とか G2 を使うにしても、まあもしかしたら左回り専門っていうようなイメージはもうなくなってきているのかなっていうような感じはありますね。まあでもG3 や G2 だとここまで厳しい競馬はまずないので、まあ、その辺で活躍してくれればっていうふうに思いますね。以上です。失礼します。